こんにちは。日本学術書道会の田村喜覧です。今日も単行者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説本を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、かんざして小風を聞くです。静かに座ればただ松風の音ばかり、澄み渡った耳に澄み切った音が聞こえてくる。さっさっと爽やかに吹く松風の音色は聞く人の心までも洗い流すかのようであるということです。松風とそれを聞く人とが一体となった人境一致の境地に遊び、ゆったりと静寂の中にある姿、耳で見て目で聞くように、体全体で松風の中にある様を表します。では今から「かんざして小風を聞く」を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。